頭で出走、13番ゲートにゆっくりと近づいてバラジが収まって13頭ゲートに揃いました。目黒記念スタートしました。ガンディズム後方、他は一戦、まず先行争いは12番ケイアイサンデラが内へとスーッとコースを変えながらケイアイサンデラが出ます。13番バラジが2番手につけて、2番サトノグランツ、うち3番手か、3番手一戦、4番クロミナンス、6番シュバリエローズ、5番ヒートオンビート続きます。中段のインコースから1番ジューン・アオニヨシ、11番ダンディズムゴールの前を通過、中段よりも後ろ3番名勝ブレーゲ、8番マイネル・ウィルトス、9番シュトルーベ後方3投目、あとはナイト・イン・ロンドン、シークレットランが最後方です。1コーナーから2コーナーへ、先頭は12番のケイアイサンデラ、少し離して後ろを小走り引き離して2コーナー残り1800を通過、2番手が単独13番のバラジ、6番のシュバリエローズが3番手で2コーナーからこれから向こう正面に向かっていきます。4番手2番サトノグランツ並んで4番のクロミナンス、中段インコースが1番ジューン・アオニヨシ、ヒートオンビートが続いています。先頭はもう向こう正面に入っています。1000m1 分1秒9、それほど速いペースではありません。5番ヒートオンビートの後ろ中段は8番のマイネル・ウィルトス、11番ダンディズム、9番シュトルーベ後ろから3投目変わりません。3番名勝ブレゲ最後方、今ダンディズムに変わりました。残り1200、3コーナーのカーブへと向かいます。先頭12番ケイアイサンデラ、リードが詰まりました。後ろを引きつけます。13番バラジが2番手、3番手はシュバリエローズとサトノグランツ、5番手グループの一団が固まって、4番クロミナンス、1番ジューン・アオニヨシ、外ナイト・イン・ロンドンが上がっています。3、4コーナー中間ペースが少しずつ上がって、あとは5番ヒート・オン・ビート、8番のマイネル・ウィルトスが外から進出を開始、3、4コーナー中間、あとはダンディズム、シュトルーベ後方からシークレットランが動き始めて、3番名勝ブレゲ最後方です。4コーナーカーブ、12番ケイアイサンデラリードがなくなって、バラジが並んでいって600を切って4コーナー、シュバリエローズが3番手、3頭広がって直線コースへと向きました。4番手はナイト・イン・ロンドン、外へ切り替えてクロミナンス、高部の間は2番の外のグランツ、残り400、坂を登ってきます。粘るケイアイサンデラ、並ぶバラジ、ピンクの帽子2頭、今進その3番手サトノグランツ、クロミナンス、シュバリエローズ、内は1番のジューン・アオニヨシ、1番外から9番のシュトルーベが追い込んで、ハンデ戦横に広がったサトノグランツ、間から6番のシュバリエローズ、そして9番のシュトルーベ、シュトルーベとシュバリエローズ、シュトルーベが前に出てゴール、最後は9番シュトルーベ、うち6番シュバリエローズと競り合いましたが9番シュトルーベ、重賞連勝2勝目をマークです。